はい、こんにちは、エフェフリー店長の楠本です。本日の動画は、今ね、ギターマガジンでもしもエフェクター3台を選ぶならみたいな企画があったので、僕もエフェフリーのね、商品を使って3台選んでみましたので、今日は音を弾いていこうと思っております。実は声が今すごい絶不調でして、なんでかと言いますと、もうこれ全然余談になっちゃうんですけど、僕個人的に東京にね、車で運転でこの前行ったんですけど、帰り一人での運転だったんで、もうあまりの眠さに全力で熱唱しながら帰ってきたら、家着いたらもう全然声出なくなってて、そういった事情でかすれた声とか出ちゃいますけど、気にせずに、見ていただければと思います。では、本題に入っていこうかと思います。僕がちょっと選んだ3台をまず紹介していこうかなと思います。まずね、3台すごい悩みますよね。パワーサプライは入れるのかとか、あとはアンプはなんだとかで、だいぶこう選ぶ条件変わってくると思うんですけど、今回は、僕普段からライブでジャズコーラスを使うんで、ジャズコーラスを選びました。ジャズコーラスを選ぶと、アンプでの歪みがほとんど出ないので、歪みエフェクター今回2台入れています。じゃあこっちからちょっと紹介していきますね。もう超有名エフェクターですよね。シデモリのルビーストーンっていうエフェクターです。これはもうオーバードライブというジャンルになりますので、結構ゲイン値も高いので、手元のボリュームの反応とかでハイゲインまでいくし、ローゲインまで結構幅広い音作りができるオーバードライブになっております。続きましてこちら、これもね、飛び道具系のエフェクターでは非常に有名な GBEX のファズファクトリーというエフェクターですね。産風さんとかもね、使っててすごく有名なエフェクターだと思うんですけど、ファズなんですけど、飛び道具系のすごい発信した音の印象が強いと思うんですけど、普通にディストーションっぽく使えたりとか、ブースターっぽく使えたりとか、思ったよりこう守備範囲の広いエフェクターなので、今回選びました。これも後でぜひね、音を聞いていこうかと思っております。最後にディレイ、これは DD20 ギガディレイですね。僕のメインのエフェクターボードにもこれ入ってるんですけども、めちゃくちゃ優秀です。もうね、中古相場だと大体もう1万円ぐらいで買えるようなエフェクターまで落ちたんですけど、それでも今でもプロのボードにも入ってたりするようなエフェクターで、前ちょっとディレイの回でも話したと思うんですけど、アナログディレイのモードだったりとか、あとはリバースだったりとか、ものすごく多機能なんですね。プリセットも入れることもできるし、タップテンポもついてるので、もう大体これでできないことはないよねっていうぐらいのディレイです。音質も素晴らしいんで、これも後で音を聞いていきます。ということでね、今回この選んだ3台で実際に音を聞いて、どれぐらい使えるのかなっていうのを聞いていこうと思っております。はい、じゃあまず単体の音を聞いていきます。まず最初に紹介するのが、ルビーストーンシレモリのエフェクターですね。これ実はメイドイン名古屋なんですね。守山で作られているエフェクターなので、名古屋の人には馴染みが深いエフェクターかなと思います。もう使ってる人非常に多いです。多いんですけど、改めてここで音を聞いていきます。今アンプはジャズコーラスを使っていて、ギターは、フェンダージャパンのストラトを使っています。で、基本的にアンプは全部つまみは今12時で、エフェクターもちょっと音が分かりやすいように、まずは全部12時で鳴らしていきますね。じゃあまず、エフェクトしてない音から。オンしていきます。も高めでコンプレッションもすごく効いてるので、 JC で弾いても耳なじみがいい歪みになりますね。エッジ感も効いてるので、すごくシングルコイルとの相性がいいです。で、先ほど話したようにゲイン値が非常に
あの幅が広くて、例えばちょっとこれでも足りないなっていう場合は原因を上げ目にしていただいて、これぐらいで弾いていきましょうか。サスティンも非常に効いていて気持ちいいですね。で、ルビーストーンを選んだ理由がもう一つあって、僕は手元であのクリーンを作ったりとか、することが多くて、手元のボリュームの反応にも非常にいいです。例えば今もちろん10で常に弾いてるんですけど、これを5ぐらいにして弾いています。非常にこの手元の反応が良くてですね、ボリュームを絞ると結構そのハイも落ちてしまって、音がこうボソボソな感じになってしまって、何弾いてるかよくわからないなとかっていうのが多いんですけど、これは全くそういうことがなく、絞ってもきらびやかさがちゃんと残っていてね、いい音がします。なのでこうエフェクトをねわざわざオフしなくても、こう手元でちょっとねクリーンを作って、でソロの時にこうボリューム上げるみたいね。とてもどの位置で弾いても素晴らしいエフェクターになりますね。はい、じゃあ続きまして、で GBEX のファズファクトリー弾いてみましょう。でこれもボリュームの幅がすごく広いので、ちょっと下げ目でまずは弾きます。他は全部12時ですね。でこのスタブっていうのは、マックスにしておかないと発信してしまうので、一旦これで弾きます。非常にいい音してますね。でここも設定ですごくいろんな音作りができます。例えばゲートというものをこうすごい上げ目にして、でコンプもちょっと聞かしていきましょうか。こうすると非常に面白い音が出ます。こう音がね途切れる感じ。めちゃくちゃかっこいい音がしますね。でこれでさらに原因も上げていって、ゲートをちょっと戻します。ビッグマフみたいな感じのディストーションなんだけど、ものすごく太いサウンドに早変わりしますね。で、これちょっと使うか分かんないですけど、人によってはこのスタブというものを、回してあげると発信っていうのをします。もうあのぶっ飛びサウンドなんで、ここからちょっとボリューム、あのスマホ側、ね、パソコン側で見てるか分かんないですけど、ちょっと注意していただいて。
ね、もうちょっと今耳がだいぶやられそうでしたけど、こういうこともできます、飛び道具としてね。あとはあの産方さんとかの使い方だと、あのブースターとして結構使うですね。あの太いサウンドなんで非常にブースターとしても向いています。このルビーストーンとの相性も非常に良くて、例えばルビーストーンでちょっと原因、まあ、12時ぐらいで弾いておいて、ちょっとこっちのボリュームを上げます。で音太くするためにドライブちょっと上げ目で、これはマックスして、まあ、これぐらいですね。これぐらいで弾いてあげると非常にソロで気持ちいい音が出ます。という感じでね、使えるわけですね。じゃあ最後に、ディレイの紹介をしていきます。もうさっきね全部説明をしちゃったんですけど、もうめちゃくちゃ多機能です。以前弾いたようなね、シンプルなフレーズなのにすごく複雑に聞こえるような普天八部だったりとか、あとはタップもついているので、もう何でもお任せあれみたいな感じですね。で今ちょっと音を聞いていきます。いい音してますね。でここでいろいろモードの切り替えができまして、アナログディレイだったりとかリバースだったりとかモジュレーションとかいろいろできるわけですね。この辺ちょっと音全部聞いてたら大変なことになるんで、あのお店に来て実際音を出してチェックしてみてください。はい、では実際に音を聞いていただきました、いかがでしたでしょうか。今回選んだエフェクターはね、もうほんと3台しか選べないって非常に難しくて、今日ねお店早く来て3台選んだんですけど、演奏する曲だったりとか、本当はモジュレーションをかけたいけどモジュレーション入れてしまったらもう一瞬で3台って埋まってしまったりとか、すごく難しいですね。だから僕もあのギターマガジン読ませてもらったんですけど、やっぱみんな同じすごい悩んでましたね。実際はあの僕も使ってるエフェクターボードってだいたいエフェクター6個ぐらい入ってるかな。もうだいたいどのバンドでもどの曲が来てもできるようになってるんですけど、やっぱ3台ってなるとどうしてもできない曲だったりとか、逆にでもこれなんか3台しか選べないからこそ本当に自分に必要なエフェクターっていうのがこう見えてくるのかなと思うので、普段ねこう要塞みたいなエフェクターになってエフェクターボード組んでる方もちょっとこう試してみると面白いかなって気はします。自分だったらどれ選ぶんだろうなとかっていうのをね、ぜひ試していただけると幸いですね。3台あると、まあ、振りでも思想結構3台ぐらいの思想が多いんですかね。こう組み合わせで音が変わったりとか、こう単体の音はもちろんなんですけど、組み合わせてどうなるかっていうのがエフェクターのこう一つの楽しみだと思うんですよ。まあ、実際 F 振りの、まあこうね、スタッフに聞いてもらえれば、これとこれ組み合わせればこんな音出ますよとかっていうのをね提案していきますので、ぜひあの気軽にお声かけください。はい、次回はまたね面白い内容を、お届けできたらなと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。エフェブリ店長楠本でした。バイバイ。